はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中山理科水圧と浮力の9回目です。で、前回この0の2、0の3でした実験を使って浮力と重力の関係で、アルキメデスの原理を使った押しのけた水の重力と食品の重力を比較することによって密度も考えられるんじゃないかっていう説明をしました。で、今日は0の4で計算したこの沈んだ食品それぞれを食塩水に入れる、まあ、食塩の量を増やしていくことによって一つずつ密度を求めていきました。その密度がなぜ求められたのかをアルキメデスの原理を使って説明したいと思います。で、この求める過程に関しては0の4で解説しているので、またここにリンク貼っておくのでそちらを見てください。で、簡単に言うと、例えば卵の場合、レンコン卵の場合はこのカップに 30g ずつ入れた食塩の3倍すべて入れて4杯目の3分の2まで入れたところで卵とレンコンが浮きました。そこで食塩は 110g 溶けている状態です。で、食塩水はこの中の 150g を取り出して食塩を溶かしていたので150の3分の1、50立方センチメートルはこちらのカップに残っている状態になっています。ですから、この大きい容器、もともと1リットル水の入っていた容器の中の食塩水は1000-50立方センチメートル、950立方センチメートルになっています。で、ここでこの食塩水の密度は体積が950立方センチメートル、質量は食塩の 110g、 水の 950g を足した 1060g で、これを計算するとレンコン卵が浮かんだ時の食塩水の密度は 1.12g/立方センチメートルになります。さあ、これでなぜ卵の密度が求められるかです。さあ、その解説をしていきましょう。はい、何度も出てきました発展ですが大切なアルキメデスの原理です。浮力の大きさは物体が押しのけた水に働く重力でした。ですから、この物体の体積分の水が押しのけられたので、もともとそこにあった水の重力が浮力の大きさと等しくなります。さあ、ここでこの物体に働く重力と浮力を比べると、今沈んでいる食品っていうことは浮力、物体が押しのけた水に働く重力よりも食品の重力が大きい、だから沈んでいます。さあ、ここに食塩を加えていきます。で、ある程度食塩を加えたところで食品が浮きました。浮いたっていうことは、はい、このように浮力が大きくなって重力とほぼ等しくなった状態でだん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 浮かんでいったと考えることができます。さあ、この場合です。浮力は物体が押しのけた食塩水に働く重力になりました。ですよね。ここ今まで水だったのが食塩を加えていくことで食塩水になりました。で、同じ体積の水よりも食塩が入っている分、同じ体積の食塩水の方が重力は大きくなります。で、重力が大きいということは浮力も大きくなります。それで先ほどは水に働く重力より大きかった食品の重力とこの浮力、食塩水に働く重力が等しくなったところで
ゆっくりゆっくりと浮かんでいきました。さあこれで分かること、食塩水の密度、体積が同じなので重力が同じっていうことは質量も同じですよね。だから質量は同じ、体積も同じならもちろん密度も同じになります。ですからここで押しのけた食塩水の密度イコール食品の密度っていうことになります。それによって先ほど沈んでいるときは浮力よりも重力の方が大きかった、でも食塩水を加えてやると重力より浮力の方が大きい、もしくはほぼ同じになったっていうことが言えます。そして押しのけた食塩水の重力、これが浮力ですよね、と食品の重力がほぼ同じになった。そうするとこの食塩水の密度を求めることで食品の密度、今回だったら卵の密度を求めることができました。はい、このようにしてあの0の4でいろいろな食品の密度を求めていきました。このようにその食塩水の密度を求めることによって沈んだ食品の密度を求めることができる理由、これも分かってもらえたんじゃないかなと思います。最後の3回発展的な内容のアルキメデスの原理の説明だったんですけれども、まあ、これらを見て浮力に関してアルキメデスの原理がすごく大切なことが分かってもらえたと思います。もう本当に発展的な内容じゃなくてもう中学生でも普通に扱ってもらえたらいいのになと私は思っています。さあこれで中3、本来力の規則性の中に入れておかなければいけなかった水圧と浮力、ちょっと私のミスであの動画の中から漏れてしまっていました。今回中3の動画の、まあ、続きでこれをつなげて入れていきたいと思いますけれども、まあ、ちょうどこの今の時期、教科書に沿って運動と力、その後力の規則性、水圧浮力習っていると思います。まあ、これが次回期末テストとかの勉強に役立ってもらえたらなと思っています。では最後、次回はこれらの水圧と浮力の復習テストをして終わりにしたいと思います。では今日の授業は以上です。